エフラムチャンネル。ティアローだろ。ヨネアンです。ホリエモンの解説にまだまだす。とは僕言ってない。言ってないそんなこと。ちょっと今調子乗りました、ホリエさん。ホリエさん見てないとは思います。いやー、ホリエモンさん見てらっしゃるかも知らないからね。いや、行ってらっしゃいってコメント入るかもしれない。行ってらっしゃいってコメントしないし。僕はもうだいぶ何回もホリエさんとはニアミスしてるんですけどね。そうですね。タラさんも1回、現場では2回かな。うん、ニアミス。現場、そうですね。まあ、毎回来られてる時はね、大体、あ、堀江さんいらっしゃるなと思って見てるし、うん、なんやかんや F1 いらっしゃってんだよね。そう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 、うん、まあ、かなりね、あの進行のある方もいろいろあるでしょうし、うんうん、で、何ですか堀江さんが。いや、なんかあの、まあ、ホンダが復帰っていうことで堀江流に解説動画語られてましたよね。まあ、安定のね、十数万再生されて見て回ってましたけど、やっぱり堀江さんが言うとやっぱりこう新しいお客さんも獲得できるのが、ね、まあ、F1 ってなんだろうみたいな。そう、いや、まあ、全く知らない人とか、うん、あんまり知らない人に、あ、そうなんだ、へーっていう風に分かりやすく説明するっていう意味では、うん、まあ、あの堀江さんとか、まあ、ひろゆきさんもそうだし、うん、自分で多分すごく勉強されていて、うん、その知識をちゃんと整理した中で分かりやすく説明するってことにすごくあの長けてるので、うん、あれ見た人はだけで引きつけるわけだからね、うん、あれを見た人たちは、うん、ああそうなんだ、へえってだいぶ理解進むと思うし、うん、すごく貴重だと思うんですよね。挿絵もなく理解が進むっていうのは、うん、やっぱりすごいことだね。やっぱりね、あのホンダが F1 に復帰するのはなぜかっていうので、うん、すごい理由がたくさんあるんで、うん、それをその中で整理して、うん、ちゃんとこれが要点ですっていうのを伝えるっていうのは、まあ、そんなにあの大勢の人ができてるわけじゃないので、うん、なんかこれとこれとこれとかってなかポイントポイントでやる人はいても、なかなか全体像を伝える人はいないんで、うん、ただまあその中で堀江さんがそのあくまでまあ堀江さんの推測として、はい、その一番の最大の要因は、うん、まあ、アメリカの人気が高いからでしょうっていうふうにおっしゃっていたんで、うん、まあ、そこをそのアメリカの人気が高いこと自体は、うん、まあ、もちろん間違っては全然ないんですけど、うん、まあ、うちの、ね、サロンの方がこんなのありましたって教えてくれたんですけど、はい、あのだから部分に関しては F1 ファンからするとちょっと違和感を覚えた人が多かったんじゃないかなっていうのが、まあ、うちのサロンの中ではそういう意見が多かったんですけど、まあ、結局アメリカの人気がホンダの復帰を後押しするのは確かなんですけど、まあ、それはやっぱりたくさんある、先ほど言ったたくさん理由がある中の一つでしかなくて、まあ、三部社長もおっしゃってたけど、まあ、それがどれだけ大きいかって言われると表現するのは難しいし、まあ、正直その最大の理由ではないっていうこと、ね、うん、まあ、それはもちろん建前かもしれないけど、うん、ただ正直その今 F1 をマーケティング的な理由でやるかっていうと、まあ、ちょっとそこは違うかなっていう感じがしますね。まあ、辞めた理由が辞めた理由だったんで2021年、はいはいはい、でそれをひっくり返してやるっていうには、まあ、まあもちろん根底にはホンダ F1 やりたいっていうのがあって、その理由付けとして何を理由付けにするかなんで、まあそこはそのマーケティング効果、こんだけ今アメリカ人気が高いんでありますよっていう数字は出せるけど、まあそれよりも、まあ今回で言うとやっぱコストの問題、コストが今までほどはかからないですよって、何百億もかかるわけじゃなくて、まあコストキャップってもうかかっちゃうので、1億3000万ドルまでしか使えませんっていうのは決まってるし、まあそこに対してアストンマーティン側が、まあ、こういう条件で供給してくださいっていうのが、まあ、正直マクラーレンとかレッドブルと比べれば全然いい条件で、まあ、というか今までは供給しても何もお金が入らないっていうね、で分配金もらえるわけでもないし、はいはいはい、要するにまあ全て出てこうしかないわけじゃないですか、入ってくるがないのが、まあ、おそらく今回の契約は全然違うと思うんで、まあ、そういったところがその反対派を解き伏せる理由になってるはずなんで、まあ、そっちの方が大きいんじゃないかな。あとはまあその、ね、技術的なカーボンニュートラルの研究に役立つんでっていうのは、うん、それはまあ21年撤退した理由がそうだったから、うん、今のレギュレーションではこれがこの撤退した理由がなくなったんですっていうエクスキューズなんで、はいはい、そこはそこまで、まあ、あの実際にそうなんだけれども、そこが最大の理由かっていうと、まあ、実際中で役員会のね、あのアグリーを取るために何が重要だったかっていうと、やっぱりそのお金の問題が一番かなっていう、うん、でその中の一つとして、まあ、アメリカでのマーケティング効果も高いんでっていうのはあったのは確かだけど、まあ、それだけでというか、それが最大の理由かっていうと、まあ、ちょっと違うかなっていう感じはしますね。まあ、堀江さん結構その、まあ、今年バーレーンにもいらっしゃってたし、うん、去年もオランダとシンガポールかな、まあ、今年はだからそれこそホンダの渡辺さんとか、はいはい、
ともお話しされてたし、うん、で去年はバズさんのご招待で来られたと思うんですけど、うん、だからそうやって現場に来て自分で見聞きしてる部分もあるし、うん、そのいろんな関係者から聞いてることもあると思うんで、あとはまあ川見選手とかとね個人的なお付き合いもあるだろうし、だから動画の中でもその BBW っていうその発電するところ、はいはいはい、ブレーキで発電してるんで、そのブレーキの発電が壊れると、制御が壊れるとブレーキ効かなくなって、うん、すんげえ怖い思いしたって川見選手が言ってたっておっしゃってたけど、まああれ2014年の開幕戦の話なんで、まあ言ってみればそのパワーユニットっていうものができた本当の初めてのレースで、まあ、当時ルノー本当にボロクソだったんで、まあああいうことももちろんありましたけど、まあ、今は全くそんな全然そういうレベルじゃないので、うん、まあちょっとそこは堀江さんが個人的にそのお付き合いのあるところから得ている情報がこう一個一個ピンポイントではあるんだけど、うん、まあ直接のね情報だからそこはすごく価値がある情報なんだけど、うん、まあピンポイントすぎる部分もあると思うし、うん、これをホンダ側から見ればこうだし、バズさんから見るとこうだけど他の角度から見るとこうだよっていうのもたくさんあると思うんで、うんうんうん、まあ、その辺が堀江さんの感覚からすると、多分アメリカの人気が今すごいとか、うん、ラスベガスのチケットがこうなってる、ホテルがこうなってるっていう、ね、話とかがあって、まあアメリカの人気がすごいからこうだっていう、うん、解説になったんだと思うんですけど、まあ、それも多少あるけど、アメリカの人気が高いからっていう理由で参戦しちゃうと、今度アメリカの人気が下がった時にはやっぱ撤退しなきゃいけなくなっちゃうので、まあ、それが今までずっとそうだった形になってるんで、まあ、今回はだから復帰するにあたって、まあ、継続して参戦できる体制を作ったっていうのはね、まあ、そこはお金的な部分もそうだし、収支の部分もそうだし、まあ HRC っていう体制でやるっていう部分もそうだし、まあ、そういうマーケティング効果とかいう部分にあまり頼らないっていうところもそうだと思うんで、半分は事実だけど、まあ、半分はちょっと違うというか、そこが最大の理由ではないなっていうところですね。なので、まあ、太郎さんがちょっと堀山さんに吠えてると。いや全然吠えてない、1ミリも吠えてない。まあでもね、堀江チャンネルをこう見てくださってる方がああいうふうに堀江さんがわって打ってくださることで、あやっぱなんか F1 ってすごいんだね、うん、と思ってくれるのが第一歩だから、うん、まあ、そこからね、まあ、検索して自分で、ね、F1 ライフとか F1 ライフとか F1 ライフとかねこう来ていただければ、はい、まあ、そうやってこうそのって広がっていくんだろうから、うん、だってあのラスベガスはもうチケット一番高いチケット1億円するらしいですよとかとおっしゃってたし、うん、行こうとしてるじゃん。ワンちゃん行こうと思ってるだろうっていうね。でもホンダジェット持ってますからね、堀江さん。ああそうです、ね、共同でシェア、共同でね、うん、保有されてるから、うん、ホンダジェットで行くラスベガスグランプリとかすごいじゃないですか、うん、上空で、ね、ハロー上から上からで上空で、うん、まあ、でも空港すぐそばだから多分全然見えるんじゃないですか、うん、今ラスベガスに向かっておりますみたいな、で F1 の話をまたされればいいわけです。確かに、うん、まあ、言うてでもマイアミグランプリもちょっと売れ残ってた感はあったし、まあ、ちょっとその人気っていう部分で言うと本当にどうなんだろうっていうのはちょっとありますけどね、正直ね、まあ、あのアメリカの人気って一部のそのなんかセレブな方とかパリピの人たちとかはそういう今の F1 はなんかゴージャスみたいなところで盛り上がってて、まあ、そのラスベガスのそのまあ、ホテルとかね、はい、その辺の高騰具合が、まあ、まさに最たるものですけど、うん、まあ、一般の人がどこまでその F1 の認知度高いかっていうと、まあ、この間そのマイアミでその辺の人、例えばガソリンスタンドのお兄ちゃんとか、はい、スーパーのおばちゃんとかそういう人に F1 のために来たんだよねとか、うん、F1 って知ってるって聞いたらほとんどの人は知らなかったんですよ、ね、っていうのをこの間 YouTube で見たんですけど、だからまあ一般の認知度っていう意味で言うと、うん、日本のが全然 F1 の認知度高いですよ、うん、F1 っていうものに対する認知度、うん、日本は異常に高いから、うん、みんな知ってるじゃないですか、ね、うん、詳しくは知らなくても、うん、名前は聞いたことあるっていう、うん、でもアメリカで F1 って言っても何それっていうのがまだまだ全然多いっていう、うん、だから一部の人はすごい今人気がある、うん、ね、好き、 F1 ってすごいとか、なんか、うん、なんか楽しそうだなみたいなのがあるけど、うん、ほとんどの人で言うと、まあ、アメリカ広いんで全然知らないっていう状態だし、まさにこの広いところの人こそホンダのマーケットじゃないですか、うん、こんな例えば1億円の部屋か、ね、一泊泊まっちゃうような人ってホンダ買わないですよね。買わないね。なのでやっぱホンダとしてはもうちょっとその裾野が広がって初めて多分マーケティング効果っていう感じになってくるんで、うん、まあ、そう考えるとあんまりその北米での人気っていうのはねそこまで
大きくはないかなっていう気がしますけどね、うん、ホンダのその今回の F1 復帰の理由としてはね、うん、要因の一つではあるけれど、うん、私反対派を解き伏せやすくなったことは確かだけど、うん、まあ、営業部とか宣伝部の人たちは解き伏せやすかっただろうけれど、うん、まあでも、うん、そこまで大きな要素にはなってないかなっていう感じはしますね。まあまあでもこうしてね、ホリエモンさんのようなやっぱりインフルエンサーの方が、ね、こうやってやっぱ楽しいよって言ってくれるっていうのは今回にとってはねとてもいい。じゃあ次はひろゆきさんで、太郎さんがあの高額スパチャして1万円ぐらいスパチャしてホンダが26年復帰することになりましたが、あ、そうか、高額すると答えてくれるだっけ。いや分かんない、それでも流れちゃう時あると思うんですけど、ひろゆきさんの見解を教えてください、うん、太郎プロジェクトって、こっちの宣伝にもなっちゃうね。そうですね、ひろゆきさんがたくさん見てるから、うんうん、なんか太郎ってやつ1万円5万円ぶっこんだぞって、うん、5万円ぶっこんだのに流れてたぞ読まれずに流れてたぞノーってやらなきゃいけないそれだったら HIU で入った方がいい、ホリエモンさんのサロンで質問した方がいい。確かに全員に答えてくれるんだから。はい、ということで堀江さんどうもありがとうございましたと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、間違えた、チャンネル登録よろしくお願いします。いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってみます。